今は声が聞こえますよね。じゃあ今日の先ほどが文道窟ですね。今は今日のライブが生放送が始まります。今日のみんなに紹介したいの製品が弊社の SVU06Pフィールドスコープです。このフィールドスコープは弊社の専門人気があるの製品です。大体は販売は2年ぐらいです。このフィールドスコープ最も重要な特徴は AD レンズです。 AD レンズは3つの種類があります。一つはノーマルレンズです。一つは HD レンズです。最も一つは AD レンズです。このフィールドスコープのレンズはED レンズです。 ED レンズを採用で色修正があまりありません。またこの製品が相続しているのものがこのフィードスコープの本体です。またはこのフィードスコープの接眼レンズは取り剥がす可能です。またはこの接眼レンズは相続します。またはすべての接眼レンズが対応できませんよ。今はもし接眼レンズが閉庫する場合は、まずは弊社の公式制度での仕事こちらに連絡してくださいね。確認して後でこの接眼レンズが対応するのか確認します。または最も重要な特徴は ED レンズです。このフィールドスコープは口径は80mm です。倍率は 20mm から 60mm までです。見えますか？調整の2つの方式があります。微妙の方式、ここで調整が簡単に操作できます。スムーズに。皆さん見えますか？またはここでも調整できます。ここに調整かた。ここの調整により三脚の接続するときはとても操作にとても便利です。この調節は大体は270度調節できます。三脚は接続するときにはとても便利です。天台導入するときは例えば使用やすいです。
またはこの大体はフィルドスコープといえば、大体は夜間は夜間観察時にも自然観察にもよとして、ただしこちらのフィルドスコープは一定レンズを採用ので、天体観察にも適用します。大体は自然観察時は自然観察、天体観察 IQ 里時にも使用できます。またはこの専用のソフトケースにもあります。携帯には便利です。今みんなが編集します。大体はこれで。または200から60までのズーム接眼レンズが相続していますが、焦点が合いさえすれば普通の望遠鏡の接眼レンズが使えます。ここです。もし他のメーカーの接眼レンズ変更する場合は、こちらに連絡してくださいね。確認した後で購入すればいいです。この接眼レンズにも調整できます。倍率は20倍から60倍までです。接眼このズームアイピース、を採用で、交換もせずに静音や静断にを気軽に観望には便利です。または、こちらのテストした後で、この接眼レンズは20倍時には、みんなが少々お待ちくださいね。最低倍率が20倍です。実視界は2.1度です。そしてこの視野外ではスパルカ、オリの大声音が、アントロメド、ローメの成分が、使用に収まります。またはこの天体観察、そこで天体観察にも調整、対応できます。またはこの相続したの接眼レンズはアイレリフにもが海洋とても覗きやすいです。例えばこちらがメガネが開けしても全然重く問題がないです。使用やすいです。または弊社は入手時は SC0011 のWiFi カメラにも接続します。みんなが知っていますか？今はこのレンズが今は開店の状態です。暑いです。まずはこのカメラにもの相続の製品が紹介します。またはこのカメラの本来です。
恩秋七浦にも相続します。またはここでは、フルタが相続します。または恩秋七浦、恩秋七浦です。ここです。最後は CCS レンズ接続の C マウントです。ここではカメラのステッカーです。またはこのカメラは SD カードにも相続します。この SD カードの容量が32GB です。今はまたは周波数数時計には電源ケーブルにも相続します。ご安心くださいね。ここからはカメラの使用方法がみんなに正解します。またはこのみんなが見えますか？このデジタルカメラは Wi-Fi 機能付きのフィールドスコープカメラです。フィールドカメラといえば、またはこのカメラにも天体観察にも使用します。または たくさんのお客様がテストしました。例えばボスケ様が、もし興味があればボスケ様のレビュー、動画のレビューが見えご覧ください。このここで Wi-Fi リモート機能がある。このリモート機能があるのでこのカメラが使用の場合は、写真や動画を簡単にスマホに転送できます。ここでは例えば今は撮影した時は、ここのスマホにはすぐに転送できます。 SNS や SNS やシェア対応できます。または自然観察時には近づくことのできない場合に楽に撮影できます。この製品が相続のものが、まずはこのカメラです。またはこの Wi-Fi のアンテナです。またはここでは SD カードは32GB のことです。または USB のケーブルです。周波数時は皆に相続します。または1.2インチの1.25インチのチップです。ここです。ここが見えますか？例えばこの SVU06P の接眼レンズを取り上げるときは、ここのカメラはに接続できます。または CCS のレンズの C マートです。ここです。とても操作がとても安いです。ここでは CS のレンズです。このマウントが接続の時は、ここの皆が少々お待ちくださいね。
この CS レンズが調整できます。接続できます。はい。ここのことです。皆さん見えますか？または、みんなに APP の使用方がみんなに転写します。または、少しお待ちくださいね。みんなに説明しました。少しお待ちくださいね。みんなが見えますか？今は使用方法がスクリーントに転写します。ここではこちらのスマートフォンでみんなに操作方法がみんなに転写します。就是今に接続します。少々お待ち。このスクリーンで転写します。または少々お待ちくださいね。まずは一つの手順で、ドロングでインストールです。まずはアプリケーションストアに入り、SP ボーに検索します。ドロングをクリーンして、手順でインストールします。ここの SV ボーニーキャムです。ここの APP です。またはこの APP に開けます。開けますはここでは、まずは、またはこのカメラに外部にアンテナが設定します。まずは SD カードを取り付けてくださいね。ここです。またはスマートフォンでカメラに接続します。またはこの SB ボニーキャムに入り、電源キーを長く押して、ここです。このカメラに仕事動作の状態が確認します。またはこのスクリーンで転写のようにコメントするとここでリンクします。Y-band は SC0001 カメラに接続します。ここでは接続しました。または、または君の設備の入りにクリンクします。ここでみんなが見えますか？ここです。みんなが見えますか？ここにはこちらのスマートフォンでこの製品の突入の写真があります。みんなが見えますか？自分の宅用品、ここです。みんなは焦点が調整できます。
ここです。今は求生、今の手法が説明しました。少々お待ちくださいね。今は古代の使用法が皆に公式サイトでもブロックに接続、説明しました。もし興味があればこのこちらのサイトに確認くださいね。ここではこのカメラが接続の CS マートです。ここでは CS レンズ、CS レンズです。このレンズがあれば視認撮影にも対応できます。ここで、ご注意点はこの CS レンズが相続します。もし必要があれば別に購入の必要あります。まずは動画を続けると、ここの製品にこのカメラに SVU06 接続するときは調整できます。別のアクセサリーが不要です。またはこのセットが。外が今の購入すれば、みんなに2000円のクーポンがプレゼントします。今は SV5 に公式サイトのサマーセール中のことです。そこでみんなに2000円のクーポンにみんながプレゼントします。このクーポンが使用の時間は9の60。
明日までにしようかのです。もし明日に見つかればこの項目が使用できます。もし興味があればぜひ公式サイトでチェックしてくださいね。またはこの接続文字は弊社の SV1QG 接続文字にも対応できます。このそしてこちらの IPS は88mm の接続文字です。今は南にの実際の使用許可が南に転写ができません。もし興味があれば弊社の公式サイトで確認してくださいね。今はスクリーンでこの製品の実際の具体的な使用には皆に転写します。少々お待ちくださいね。弊社公式サイトでサマーセールの開催中です。もし興味があれば弊社の公式サイトで確認くださいね。この SVU0 のコピーのフィルドスコープは多大の科学は科学一般的なセール科学は3万5000mm です。またはこの2000のクーポンが使用時は2000のクーポンが使用できます。少々お待ちくださいね。みんなに接続します。ここではカメラに組み合わせのセットの価格です。この2つの製品の価格です。一つはカメラです。一つはフィルドスコープです。このセットのテスト動画ブログや SNS でもアップしました。もし興味があれば、カメラがチェックしてくださいね。みんなが見えますか？今の価格です。ここではボスケ様のレビューの動画です。みんなが聞こえますか？もし興味があればボスケ様のチャンネルで確認してくださいね。はい、実はね、このシーモスカメラね、SV ボディさんから提供していただきました。はい、ありがとうございます。はい、早速ね、開けましょう。まずね、説明書が入っています。この動画の内容は、そしてね、これがカメラでございます。
はい、今回、ね、紹介しますのが SV ボディの、ね、SV001 Wi-Fi CMOS カメラでございます。じゃじゃん。はい、このように、ね、イメージセンサーが、ね、入っていますよね。センサーのサイズは、ね、3分の1ぐらいだとは思います。どこか書いてないかな。センサーの、ね、種類は書いていないんですけれど、解像度が、ね、1920×1080 の、ね、フルハイビジョンに、ね、対応しているセンサーですね。そして、ね、見ていただくと分かるんですけれど、センサーは、ね、露出していないので、ここフィルターに、ね、覆われています。実は、ね、このフィルターを、ね、取り外すこともできます。こんな感じで、この状態で、ね、市販の天文用の、ね、1.25 インチのフィルターも、ね、取り付けることができます。なので、ね、この、ね、赤い IR パッドフィルターが、または SVU06 の動画数ライブが間もなく終わります。最も重要なのは2000のクーポンがぜひ見逃さないよ。もしこの製品が興味があれば、このクーポンが確認してくださいね。このクーポンが時間の限界です。今のここの時間で、使用可能です。もし購入本来もともと購入予定があるのお客様がこのチャンスがぜひ見逃さいね。このうちにお購入すればお得なんです。または最後にいつもお世話になりました。ここのライブにようこそ、ありがとうございます。またはこのサムセルの期間中は10万以上で、Tシャツやカップにもみんなにプレゼントします。今のライブが終わります。バイバイ。今日のライブが終わります。またじゃあね。バイバイ。